ゆなです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日は私たちのおすすめの文房具3つ紹介します。イエーイ。ゆなから順にこう、右からブニーって感じでいいかな。いい感じでしょうか。その順番で紹介していきたいと思います。はい、それではどうぞ。はい、ということでゆなはちょっと文房具持ってくの忘れちゃって、スタッフさんにあの一緒の感じのやつを用意していただけたのでそれを紹介します。まずこれハサミなんやけど、あの中学校になるとあんまこう大きいハサミとかってさ時に持っていけないから持ち運びに便利な、こういうのはすごいいいです、うん、プリントとかね切ったりとかするんで、ゆなも電動タイプのハサミ使ってこれ、おそろいおそろいです、おそろいです、おそろいおそろいです。で、次にこの蛍光ペンなんですけど、こっちが太い方で、これが細い方なんですけど、うん、なんだろう、なんか私こうなんか太いのしかない蛍光ペンとかよく使ってたんだけど、こういうやっぱどっちも太いのと細いのついてると使い分けしやすくていいなって思います。次にあのこの付箋なんですけど、私勉強法を教えてくださいって言われる時絶対付箋って紹介するんだけど、分かんないとこはとりあえず付箋つけて、なんか分かったら全部剥がしたりとかして一つ一つ潰していくのが、そう、私の勉強法なので付箋は必需品です。以上です。じゃあ次セリちゃんどうぞ。はい、じゃあそれではまずこれあえず欲しかったんですけど、なんか種類いっぱいあるからどうしようと思ってお店のランキング、うん、あのこれの人気順で1位がこの子だったのでこの子にしました。そうなんだ、そうかわいい。でこれなんか結構思ってたより入るのですごい便利です。めっちゃ入ってるんですけど、ごめんなさい。はい、次とホッチキスなんですけど、これは前の筆箱紹介の時にも紹介したんですけど、これはすごい可愛いしちっちゃいから邪魔にならないので便利です。そんなに人数にならない、そんなに人数にならない。はい、こんな感じです。で、次このファイルなんですけど、これただのファイルじゃなくてここに2個入るようになってるのと後ろも入るようになってるのですごくおすすめです。はい、こんな感じですね、はい、紫が好きですね、やっぱりね、大好きですね。じゃあ次レーダー3つ紹介していくんやけど、まずじゃあこちらタイマーでーす。かわいい。普通のタイマーと時間も出てきます。めっちゃ便利やん。すごい、めっちゃ便利なんだよね。何ちょっとみんなテンションおかしくない？次ボンボンやでーす。レイラ壊れとるんやけど。です。かわいいでしょ。かわいいな。ボールペンです。なんかツッコミどころないですか。なんでこれ関西弁なんですか。え、関西弁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 って言うた。え、なんかこの二人おかしいです。ね、ずーだよね。おかしいおかしいおかしい。はい、で、ね、これこれね、置いといてもね、かわいいし、これフリーです。で、次なんやけど、マーカーペンやでおかしい。なんかこんな感じやんか。これは多分前もなんかで紹介したと思うんやけど、色もねたくさんあってすごい見た目も可愛いからおすすめやで。以上やで。
どうした？ごめんなさい、おかしいです、なんか。え、もうおかしくない。おかしくないもんな。ボンボンやで。ハサミやで。結婚ペンやでね、これ。おかしい。ハサミやねんけど、これ。こっちは、これ、普通に会話してるやんな。会話してるよな。どうしたん、自分。もう一回紹介してみよう。紹介してみよう。何かありますよね。何もありませんけど。何かありますよね。もうないでよ。もう一回紹介してみようって。最初からね。はい、入るです。なんかいつもとおかしくない？ちょっといつもと違うよね。いつもと。なんか違うと思うんやけど。もう一回紹介お願いします。ハイルやでーホッチキス、あ、ホッチキスそこで書いてますから。もうおかしいおかしいな、セリちゃんやんな。セリちゃん普通やんな。なあ、セリちゃんいつもとおかしいよ。いつもとおかしいです、二人が。二人がおかしいんですよ。ちなみにこのネックレスお揃いやねんけど、家に持ってんねん。リアルに持ってんねん。怖い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 。狙って考えられてるんやけど、本当に。はい、ということで。まあ、分かったの通りですね。突然、みんなが関西弁を話し出したら、どうなるのかなって、検証でした。イエーイ。ロット弁みたいになってました。まあ、なんか。ロット弁なんだ。全然やで、みたいな。ああ、そうなんだ。関西弁はどうやって言うんですか？ほんまや、とか。美味しいやんな、とか。ああ、美味しいやんな。なんでやねんってさ、実際に言うの。言わない？なんでなんとか。ああ、確かに。じゃあ最後はちょっとセリちゃんの渾身のなんでやねんで終わりたいと思います。はい、はい、せーの。なんでやねん。はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。だがやそういうことだよね。ハサミだがや、マカーペンだがや、付箋だがや、筆箱やで、ホッチキスやで、ファイルやで、これタイマーだに、ペン欲しいだら、これマカーペンだもんで。